代表津波屋商業高校チャレンジャー最後まで攻撃的野球で戦います。開会式に先立ちまして表彰を行います。令和5年度第105回全国高校野球選手権記念大会で優勝しました神奈川県慶応義塾高校赤松弘樹様と、令和6年度第96回選抜高校野球大会で優勝しました群馬県現代高崎高校青柳弘文さんは前にお進みください。表彰状、慶応義塾高等学校、機構は第102回全国高等学校野球選手権大会に、チーム一丸となって、真摯完投、見事優勝され、多くの球児に大きな感動と勇気を与え、本地区高校野球の発展に寄与されました。ここに集い強豪校、慶応と長く伝えて申し上げます。令和9年5月18日、関東地区高等学校野球連盟会長、深谷康大夫です。表彰状、高崎慶光福祉大学高崎高等学校、機構は第96回選抜高等学校野球大会のチーム一丸となって真摯完投、見事優勝され、多くの球児に大きな感動と勇気を与え、本地区高校野球の発展に寄与されました。ここにその功績と栄誉を長く与え、表彰します。令和6年5月18日、関東地区高等学校野球連盟会長、深谷康大夫です。元の位置に戻りください。
選手権大会の優勝旗を慶応義塾高校加藤優吾主将が披露します。続きまして、選抜大会の優勝旗を県大高崎高校箱山隼人主将が披露します。深紅と紫紺の優勝旗を披露します。元の位置にお戻りください。群馬県高等学校野球連盟城田正彦理事長が開会宣言を行います。箱山隼人主将から優勝旗が返還され、同校の優勝を記念してレプリカが授与されます。本大会会長であります群馬県高等学校県大高崎高校野球部箱山隼人主将、
球を未来にも発展させていけるよう懸命に取り組むことが私たちに課せられた使命だと思っています。首位関東地区高等学校野球大会にて、ここ群馬県が誇る情報三山のように勇ましい堂々と見ている方々の心を動かす全力疾走全力プレーをすることを誓います。令和6年5月18日選手代表高崎健康福祉大学高崎高等学校都市野球部主将岡山晴人。以上で第76回中部関東地区高等学校野球大会の